まあ、これだけね、一本で、すごいな。いいね。何やかんや言って桜見るのはいいですね。千葉、これは帰りかな？うん。いや、さて。あ、でもちょうどいいくらいの気温で原っぱとかでゆっくりするのにちょうどいい時期ですね。うん。はあ、なんか奥吊り橋がある。まあ時間もゆっくりあるんで、ぐるぐる見て回るか。評価もなんかあるらしいけどね。あ、ちなみに、市で言うと本巣市になるのかな、この辺りは。垂水はもう合併して今は本巣市ですもんね。あ、すごい。吊り橋がある。千葉、涼みの森。へぇ。こんな感じで。わぁ、めっちゃ吊り橋だ。すごい。うわ、結構高いね。あ、やばろ。あ、うん。もう降ってるよね。わあ、すごい。お腹とかもあれかな。あなたが椿も咲いてるね。これは杉だ。ん？杉だ。やばい。花粉がもう大丈夫そうですけどね。で、なんかちょっと登っていけるんだ。よいしょ。まあまあ標高高いね。渓谷って感じだ。うわ、そこ。これどこ桜もまだ咲いてるな。そこ展望台か。何が展望できんだ。あ、そこにもあっていいんだ。うん。あ、こっから。あ、さっき渡ってきたところとか記憶できるんだ。あ、もう、足の先まで渋滞できてる。あ、枝に引っ掛かさってやるかな。見えないけど。さっき渡ってきた橋のところ、もう渋滞になっちゃってますね。わー。すごい。あ、で、手前のところから、出れるようになってんだな、車は。まあ、もう見て、朝一で来て、大丈夫ですね。もうそこそこおんのかな。へぇー。あ。進みたくないな。奥にさ、あるの、そうか。なるほどな。よし。こっちは何？一緒のところか、背中取るだけ。よし。こっちから行け。おい。ここは僕らで。だからこっちはそのままドン突きあるやもんな。それが今渡ってきた橋ですね。はいはいはい。こうして見てみるといろんな桜がありますね。
り分け方ができてもなかなかないよね。いいですね。こっちは山桜か、完全に。あ、品種的にも鈴見桜に近い。まあ、農薬がこう、1500年も経ってたらいろんなところにこう、渡ってってのかもしれないですね。なるほどね。車に登ってくることもできると。よし。戻ってくかな。あ、ケープのことか。水の量そこそこあるからな。ってか、食べよう。大丈夫だ。さあ、お手洗い借りてきましたけど。の方からスーンと来て、皆さん桜で写真撮ってますね。すごいな。ここが資料館なんだ。せっかくなんでちょっと資料館も見ていきましょうかね。ちょっと行ってみましょう。300円か。だったらいいですね。ちょっと見ていきましょう。よいしょ。さあ、ということで見てきましたけどね。いろいろとやっぱ歴史とかいろいろどういうようなね、とかあってとかっていうのが、ちゃんとまとめられてるところなんで、非常に良かったですね。で、鈴見桜時代もあれですし、この地方のね、資料館になってるという感じなんで、鈴見桜以外にもこの辺りでどういった、ね、特産品があるのか、菊花石っていう医師に菊の紋章みたいなね、ほんと花が咲いて、花のやつを変えたかのようにね、こう入るような石とかあったりとか、そういうようなところもありますよっていうのもこれ出てましたね。で、あとこれ知らなかったんですけど、これ、樹齢1500年ってなってますけど、その1500年前に、うちも行ったことあるの、増見田神社、あそこから、苗木を持ってきてるっていう伝説らしいですね。26代の慶太天皇が、一宮の増見田神社によって、苗木をもらってきて、その苗木をここに、福井の方にこう疎開、亡命とか疎開するときに、ここに植えてったよっていうような呼ばれがあるらしいです。その時にこっちの方にちょっと、こうちょっと身を隠しとるような時期があったらしいですね。あの時、夜継ぎ話すみたいな時とかに。っていう言われがあるらしいんで、だから一宮ともゆかりがあるんですね。知らんかったね。まあ一宮は何回か、うちのところでも、松見田神社も行ってますもんね。何回か動画が上がってると思うんです。そこら辺のやつちょっとまた探して出しておきますけど。いやー、まさかそんな言われがあるとはね。で、こっちの方はこっちの方でいろいろ特産品があるよと。ああ、蕎麦屋さんとかもすごい人。うわあ。値段も安いね。中もいっぱいだわ。すごい。すごい、わ、いっぱいだ。嬉しいね、いろいろとんのや。会議本とか塗っとるかな。もうこれ買ってやっとくのも手ですけどね。桜ウード。出とくかな。桜ウイロ、なんか、特産ってなってたんで買ってみましたよと。カフェなんかもあって、まあこっちは動線かな。すごい、たこ焼き屋さんとかも大行列。うわぁ。わぁ、酒も飲みたくなるのな。まあ電車だし、普
に飲んじゃダメってわけではないんですけど、まあ別に入る時間を調整できますからね。別にいざとなったら十和田の駅前で軽く一泊して朝まで朝一でね帰ってもいいわけですからね。あーすごいですね。うわあ、こっちはネギ焼きなんやな。ネギ焼きもうまいですよね。すごいいっぱいや。あ、ちゃんと塩かあたりもガツッとお金落としてきましたしね。うん、いいでしょう。よし。で、もうさっき行った道がこっちだから、こっちからぐるっと回ろうか。なんか一周するようなルートで行きそうですもんね。